その思いをこの一戦にぶつけます。ここから東京ドームまで一直線、はい、さあ今ゴングが鳴りました。目離せませんよ。飛び込んできたグッドリッチ、グッドリッチはとにかくパンチ力では俺の方が上だ、そんな風に言い放ちました、はい、そんなプライドの番人が目の前で立ちはだかっています。今お互いに投げようとしましたね、これだけどね、本当一ラウンドが目離せないと思いますよ。本当そうですね、お右のローを放っていったベルナルド、あーダメだ、あーダメ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 だよ。ダウンを選択しているのにグッドリッチはそのまま238のパンチを振り下ろした。大ブーイング大ブーイング、放送席の藤原美香さんが興奮していますが、ダメですねあれは、いやあのプライドのリングと全く同じになっちゃいましたね。注意入りましたね。総合格闘技でしたらあのまま一気に攻撃する形にはなりますが、ダウンはどうなったんですか。ダウンは取りましたかね。取ってないみたいですね。わあ行きますね。危ない危ない、ベルちゃん頑張って。これはダウンは取っていません。さあベルナルド危うし、ベルナルドまた今年もここで夢が途絶えるのか。すごい攻撃です。聞いてますよ聞いてますよ。ベルナルド、ベルナルド危ない。目の前で、あ、日本の姿が消えていく。開幕戦の舞台が霞んで消えていくのか。立ち上がった。ダメだ。タクダノブアキが止めた。マイク・ベルナルドの夢、ラスベガスの砂塵に消えた。大波乱ですね。すごいですね。また今年も、いや、また今年も神はベルナルドを認めてくれなかったのか。これはゲイリーが本当に見事ですね。勝ったのはプライドのボンバン、ゲイリー・グッドリッチです。ちょっとマイクが冷静さを逸してましたよね。打ち合いに行っちゃいましたね、ベルナルド。